はい、トライアル急性骨院長の石丸です。お願いします。本日は口唇ヘルペスを早期に治すには鍼灸治療でについてお話ししたいと思います。口唇ヘルペスですね。まあなってしまうとね、結構厄介だと思いますね。またですね、この病気はですね、結構繰り返すんですよね。まあ、免疫が落ちたり、まあ、疲れてる時にですね、まあ、繰り返してしまうと。まあ、そんな時にですね、まあ、鍼灸治療がいいというですね、お話をしたいと思います。まず1番目、病院、ね、まあ、口唇ヘルペスになったら普通、まあ、病院に行くと思うんですね。病院に行かれますと、抗ウイルス薬が出るんですね。抗ウイルス薬、ね、まあ、口唇ヘルペスというのは、まあ、ウイルス感染症なので、病院で、まあ、抗ウイルス薬が出ると。これを飲んだりしてですね、大体まあ1ヶ月ぐらい、まあ、治るのにかかるということですね。その次、鍼灸治療、ね、鍼灸治療すればですね、まあ、1週間ぐらいで治るんですね。これはですね、まあ、当院の実はスタッフがですね、ものすごくまあ口唇ヘルペスにまあなる子が いたんですね。それでまあ、いつもまあ病院で薬飲んでて、まあ、1ヶ月ぐらいかかったと。でまた免疫が落ちたり疲れたら口唇ヘルペスになって1ヶ月ぐらいかかったと。でもまあ鍼灸治療をね、実際自分でまあやるようになって、治療院でですね、口唇ヘルペスのまあ治療をしたら1週間でまあ治るわけですよ、ね。それですごい驚いて、まあ、プラス鍼灸治療っていうのはですね、その免疫力を上げますので。その口唇ヘルペスに、まあ、なりづらくなる 体になるんですよね。ですので、まあ、早く治るしプラス免疫がアップしますので、そもそもまあ口唇ヘルペスになりづらい体になるわけなんですね。ですので、まあ、総合的に見てですね、絶対東洋医学鍼灸治療の方が口唇ヘルペスは有効だと思います。まあ、その他の患者さんもね、まあ、他の症状で来て、まさかね、口唇ヘルペスがハリキューで効くと思ってないんで、実はこうなんですっつって、まあ、やってあげるとですね、早く治ったって、まあ、喜ばれることが多いですね。その次、まあ、これはもしですね、この YouTube 動画を、まあ、鍼灸師の皆さんが見てたらね、皆様の治療院に、まあ、口唇ヘルペスの患者さんが来たらですね、まあ、ぜひやっていただきたいんですけど、小腸系の清血歯絡が有効ね。小腸系ありますよね。小腸系っていう経絡ね、それの清血から、まあ、歯絡ですね、歯絡をまあしていただくと、ね、結構グイグイってまあ揉んでいただいて、まあ、歯絡をしていただくとですね、ものすごく有効ですね。まあ、両方やった方がいいですね。両方やるね。あとはまあプラス小腸とね、まあ陰陽関係のまあ神経ですね、神経の積載とかそういうところを弱託してあげたり、まあ、するのも有効だと思いますね。あとはまあそもそものその患者さんの体質の本治法とかもね、やった方がいいかもしれませんね。でもまあそういった難しいことができなくても最低限、まあ、小腸系の清血歯絡をやってくれるだけでもものすごく効果があるので、口唇ヘルペスの患者さんがもし来たらですね、やってあげていただきたいと思います。本日は口唇ヘルペスを早期に治すには鍼灸治療でについてお話ししました。もうこれは事実なんで、お伝えしたいと思います。以上です。